ございます。おはようございます。最近ちょっと疑問があるんだけど。疑問なんでしょうか。その女芸人さん の、はい、その恋愛の価値観ってどんなもの。恋愛の価値観ですか。え、あ、その女芸人でも多分結構他の普通の一般の女の人と似通ってると思う。やっぱ変わらへんの。なんかやっぱりでも若干そういうなんか恋に恋してるみたいなところは皆さんあるかもしれない。恋に恋してるやっぱり。でも何言ってるんですか。何言ってるんやろな。何言ってるんですか。そんなところあのロマンチストなの。多分みんなロマンチスト で結構多分男芸人さん知らないと思うんですけど、あの何年かに1回ぐらいでその総選挙みたいなのありますよ。男芸人さんで結局誰が一番男芸人か。マジで。そう、松竹で。まあ、そうなんです。松竹芸人の女芸人だけでやってたんで松竹でやってたんです。元気さん上位ですよ。そう、俺入ってるの。そうなんです。松竹さんも全員入ってます。ありがとう。全員入ってます。上位な、はい、そうなんです。一言も言うてくれへん。いや、それもみんなちょっとプチフグでやっぱり飲みに行ってこれやっぱちゃんと投票して。うそ。性格面、そのなんかなんかいろいろお世話してくれる面、その変ないじり方してこないとかいろいろあって怖いな。そうなんです。はあ、そう、はい、でも実際のところさ、そのなんあのどうなんやろな、その価値観どこに、男性のどこに価値観を見出すんだろう。それは一般と一緒。そうですね、なんか皆さんどうなんでしょう。やっぱさ、例えばさ、はい、男見るときにさ、はい、普段芸人見てんねんから、はい、ちょっと思んなかったら嫌やなとか。ああ、でもなんか男何やねん。いや、なんかでも男の方、男芸人さんは、はい、なんか面白さを女の人に求めてないとか言うじゃないですか。ほう、あ、普通の女の人に。そうです、そうです、そうです。付き合うとか結婚する女の人に、なんか、そういうなんかふざけた感は求めたい。ふざけた感はいらんけどな。そうですよね。多少の面白さは欲しいな。あ、あの硬すぎ、だから冗談通じへんさかんやん。あ、なるほど。せやろ、そんなん冗談通じやったらきついでしょによって。へえ、でもなんかそれがすごい頭にあるんで、なんか一般の人とお話しするときに、うん、なんか芸人ですって言ったらあかんので、多分女芸人みんな芸人って言わんと。隠してんの。はい、遊びに行ったりして、女芸人同士のコンパとかもたまにあったんですけど、でもこれひどい話ですけど、女芸人と一般の男の人のコンパ、でも全員女芸人って黙って。んですけど、なんか個性派揃いになるじゃないですか。おう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 、なんかみんなぽっちゃりが集まったんですけど、ぽっちゃりさんが集まったんですけど、芸人じゃなくて何の仕事ですかって言って、なんかあの美容師やってますとか。嘘つくん。そうです。みんな嘘つく。あかんやろ。だってそもそれ付き合うとバレるやんな。そうですね。そうなんですよ。でもまあちゃんと見事に成立したこともみんなないんで。どうするの、成立したら。成立したらついご飯でも行くよ、映画でも行こうよ言いました、はい、そこで実は私芸人です。うん、それでもマイナスですよね、きっと。そやね、最初から言った方がええで。そうですよね。実は私芸人やってますって、いや、それは悩む話か。めっちゃ悩んでしょ。いや、でも言った方がええで。そうなんですかね。だって逆でもそうやんな、俺らコンパ行ってやな、はい、お姉ちゃんおってやな、はい、いや、私ね、実はね、あの医者なんですって言われてやな、はい、めくってみたら、普通のな、バイトやったらどの話すんねんな、はい何をすると思うんだよ。確かに、まあ、最初の出会いが。そうやろ。だからですもん、ね、何でもそう、最初から嘘ついたらあかん。男でもな、遊ぶ時でもな、はい、嫁はんおるってな、言わなあかん、はい、それダメですよ、まず遊ぶのがダメですよ、嫁さんがいらっしゃる。いやいや、まあ、置いといてやな置いとけるんですか。置いといてやな。その場合でもな、いやいや、じゃあ、はい、遊びにもルールがあるって。はあ、奥さんおんのって言われて「いや、はい、おれへんよ」じゃなくて「いや、おるよ当たり前ないかい」って言うとこから始まる。はあ、ほんならもうそこは公式になりますもん。そやで、へえ、そこで「いや、いてないよ」って言うてやな、はい、そんなやつがトラブルんよ。はあ、なやがてめくれてもてやな、バレてもてやな、あんた奥さんおったやんかって突っ込まれてな、えらい目に遭うねん。トラブった結果元気さんに今があるんですか。そういろいろ。いや、俺でもそんな嘘はつけへんかったからな。あ、そうなんですね。女おるわお構いちゃうねんから、女おるわって来たからな。ああ、でも偉いですね、そうやって。いや、大事やねん。は、目の前のせこさを取るか、はい、長い目で見るか。これ大きいのよ、目の前のせこ。あの、なんか藤井もやしは嘘ばかりするらしい。そこ塊ですからね。なあ、本当に噂になると。うまいこと言ってね。知らんけども、
なんか噂やで、はい、俺は知らんけど噂によると、はい、巷のおさんによると、はい、そんなん聞いてんけど、はい、俺いつも心配してるんですよ。せっかくやってはるんですね。大丈夫かな。最近ちょいちょい名古屋に行くのもその理由かもしれませんね。あ、そうなんや、名古屋になんかね行きかかってる人がおるかもしれませんね。もしかしたら、はい、シャチホコの、はい、見てますか名古屋の皆さん、ビデオレターみたいな。あなたのことかもしれませんよ。あなたです。というかね、その、ね、隠し事で言うとね、うん、関根さんがちょっと隠すことがあるんですよ。何隠すの？その劇場で出番ご一緒するときに、その例えばこの元気さんが、うん、ちょっと関根君みたいな感じでそのあの物を買ってきてもらったりとか、ごめんなありがとうみたいな感じでジュースを頼んだりとかしはるときあるじゃないですか。その時にね、あの前言ったら元気さんに頼まれたものを買ってるときにこそっとご自身の分買ったりとかするんですけど、それをちょっと隠したりとかするんですよ。それ堂々としてくれたらいいのに、なんでか知らない隠すんですよ。何隠すの？それなんでか知らないですよ。なんかね、あのホットスナックコーナーのね、唐揚げとか、うん、ホットドッグとかを買うんですけど、それなんかこそこそ食べるんですよ。あ、でも魅力なんで隠さんでいいですよ。いや違うんです。素敵なことなんで。やっぱ恥ずかしいんだ。なんか恥ずかしい。ちゃうんです。私恥ずかしくなかったんですよ。あのコンビニのね、例えば唐揚げとかを、その楽屋で食べることは普通のことやと思ってたんですけど、それこそ池上さんに、いや普通女の人そんなあんまり頻繁に楽屋で唐揚げ食べへんでって言って、で私も確かにと思ったんですよ。あんま、そら隠すわね。そら隠すわ。鳥がねブンブンさして唐揚げをかじることはちょっと恥ずかしいことなんやと上、なんか池上さんが教えてもらって、こっち初じゃ。ほんなら、いやいや、なんか恥ずかしがってはるんですよ。そんな魅力が言うからやな。そっからめっちゃ恥ずかしい。魅力的なことなんで、やっぱそのホットスナックコーナー持ってる女ってあんまいないんで。いやほらな、マジで褒めてへんやん。褒めてないですよ。だからうちほんまトイレの前とかでずっと唐揚げ食べなあかんことになる。なあ、でもこれからもう気にせんでもやらしいよ。そうなんですか。なそうです、全然。なんでですか、ほんまに。いやもう今の許可下りたやん。全然まだでも嫌るでしょ、池上さん。絶対そういう性格なんですよ、池上さん。こっそりならしい。ならしいですよ。いやらしいな。いや、また辛い。ほんまか、はい。ちょっと覚えとこう。あとこれからまあとりあえずは心配せんでも、はい、あの食べていけるみたいな感じなんで。わかりました。頑張って食べてください。皆さん見てもほっといてください。はい。